それでは、はい、そのマイク使ってください。はい、それではもうこのままエースの MC さんに全てぶん投げたいと思います。はい、皆さんこんにちこんばん、こんにち こんばんは、エースです。どっちで言っていいかね、この時間ちょっと分かんないんですけどね。あとすいません、皆さんにちょっと一つだけご了承願いたいんですけど、うちの娘が限界なので、僕の膝の上で眠ってしまいそうなんで、ちょっと座って MC させていただきます。どうもお願いしてありがとうございます。まあね、でも M の方はねバシッてやりますのでね。ということで、私たちは宮城県から参りましたエースなんですけども、今日2回目の演舞でして、まあ、一応これがね、ちょっとうちらとしては今回最後の演舞という形になりましたので、またいつもみたいにね、ふざけた MC をやってるとちょっと申し訳ないんでね、ちょっとちゃんとしたチームの説明をしようかなと思ってるんですけども、私たちはですね、今回鳳凰ライブという曲を演舞するんですけども、鳳凰っていうのがついてまして、うちの、反転の後ろが鳳凰の殻が入っております。で、鳳凰なんですけど、まあいろいろ諸説ありますけど、ざっくり言うと、まあ幸せを運ぶと思っていただければいいと思いますので、私たち、まあそのまあ、それなりにこうテーマを持って、演舞であるとか歌とか口上を作ってるんですけども、私たちの演舞を見たことでね、皆さんに幸せの、幸せがね降り注いでくれればいいなという思いで演舞させていただきます。私はお金が降り注いでくれた方がいいなと思っております。それではね、お出かけ準備よろしいですかね。それじゃあ行きます。挨拶行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エース時は来た。暗雲を突き抜け現したその姿は、真の平和と確かな未来をその翼に映す。強く輝き、熱く羽ばたけ、その命燃やして踊るは鳳凰ライブ、スイッ。学校の背に
とうございました。こんなのよく見れるな、不思議じゃないか。ありがとうございます。エースの皆さん、ありがとうございました。娘